欲しい月収に見合った家に住んじゃうという引き寄せで月収が倍増。5万円くらい臨時収入あったよ。びっくり。嫌な情報が多いニュース番組見ないし、お気に入りの YouTube 見たり、音楽聞いたり、本を読んで、この先どうなるかわからないことは考えないようにした。なるべく嫌な気分から気をそらすように努めたらいいことあった。私もお金を引き寄せましたよ。今は亡き母が夢で、その丸万円は返さなくていいからね。と言った後、目が覚めたのですが、その日の午後、主人の親がその金額をくれたんです。朝起きた時、ああ、これはこの金額手に入るなぁと思ってたんですが、本当にもらえるとは。主人は引き寄せを知らないのですが、これ食べたいと昨日思ってたんだと連日のように言われたことがあって、夕食の献立で引き寄せられたのかなと思ったことがありました。今思えば、こないだこう思っていたら、いいことでそうなった、ということが多々あったような、と。物事に感謝しなくちゃなぁと再認識しました。昨日は、車に乗っていたらフロントガラスに鳥に糞をされて、主人がムッとしてたんだけど、運だよ運。こんなピンポイントで糞をかけられるなんて運がついたんだよきっと。なんてポジティブ思考で言ってたら、娘がポケモンのくじを引きたいと言い出して、一回引かせたら一番いい賞が当たって大喜び。夕食も主人が自分が食べたいからと言って、食材を買ってきてくれて本当にラッキーでしたし。神の奇跡が起こる神の奇跡が起こったを心の中で繰り返してますが、それからちょこちょこいい感じです。断言がいいんだろうなとは思うんですけど、起こるでもいいのかなと悩んでいたので、あえて両方の言い方をしています。嬉しい形で大金が手に入ったとアファメーションしていたら、ドコモから3000ポイント入った。プランを継続したらもらえるポイントなんだけど、全然知らなかったから嬉しかった。でも私の中で3000円は大金ではない。でもいい流れが来ていると思う。次は大金が入る。もともとズボラな性格なんだけど、叶えたいことがある時や運を上げたいって期間は、断捨離と掃除と換気を積極的にしてる。好きな音楽や聞き流し系の YouTube をつけて、作業中も楽しく、これでまたいいこと起こるわってウキウキしながらしてる。すぐに効果があるし、身の回りが片付いてすっきりして最高。家中過ごしやすい空間にするんだ。引き寄せ体質の友達にコツを聞いたら、自分の周りの人の幸せを願うついでに自分の願いをしてると言ってた。彼女は邪気がなく、人の悪口も言わないし、常に穏やかで若い頃から達観してる。よく口癖みたいに、誰々にこんなことがあってこんな風に経過して最後はこうなればいいな、とかなり具体的に言うんだよね。それでその後そうなる。あまり欲を出しすぎて強く念じるより、ふわっと願うといいらしい。平凡に暮らせればいいから、自分のことはあまりお願いしないらしいよ。それが本当の引き寄せの法則だよね。私たちは自己だけが自分だと思ってるけど、真実は自分イコールみんなだから。昔から少女漫画に出てくるような美形キャラな男性に憧れがありました。長身美形、セクシーな低い声みたいな。でもそんな人はいるわけもない。いても私は選ばれない、現実を見なきゃ彼氏もできないって思って、それが正しいと思ってました。理系じゃない男子と普通に恋愛もしました。でもそういう男性に対する憧れは消えたわけでも捨てたわけでもなかった。そうしたら2年前、とうとう二次元から来たような彼に出会いました。思考は現実化するんです。本当の望みなら叶うんです。私も昔付き合う人は田舎なのもあって、中卒ヤンキーみたいな人とばっかり付き合ってました。本当は中性的な顔の好青年な人が好きだったけど、でも数年前に自分が絶世の美女のイメージで、どんな人と結婚したいか細かくノートに書いたら叶いました。
ジャニーズ系爽やかイケメン、有名大卒、温厚で優しさと面白さにあふれてる人と結婚しました。今までと全く真逆のタイプです。こんな人が私を好きになってくれるんだって未だに感動です。あと私がしたのはとにかく幸せな妄想かな。出会ったのはノートに書いてから1年は空いてたと思う。引き寄せのやり方、考え方は本当に一人一人違うから面白いね。自分はこうっていうのがバシッとハマると楽しい。辛くなったり楽しくなかったりしたら、それはただ合わないやり方だったってだけだから諦めないでほしい。自分は今引き寄せをお休みしてて、ひたすら自分のネガティブを受け入れたり書き殴って消化発散してます。これが意外と自然と前向きになる。これからどうしたいかって考えて、少しでも楽になれる考え方を取り入れてみたり、ファッションに気を使ったり、ちょっと運動してみたりして、最後はネガティブで終わらせない。自分の本音を書き出したり、心の中でごねまくり拗ねてみたり、そう感じることを責めたりいけないものだとしないってやってます。本当に長年いい人いい子をやってきたので、まあ自分の本音がわからなかったけど、自分らしく素直に生きれるよう脱皮中。引き寄せの知識きっかけで意識や見方を変えよう、認めようと思えました。だから本当に引き寄せには感謝してます。1年くらい前にスマホのメモに自分の望みというか、こうなっていてほしいっていう項目を箇条書きにして保存してた。ちょうどその日から1年後に叶い始めてて、すごいってなってる。叶ったのは、新天地で心を許せる大好きな友達ができること、あと憧れの人と連絡先を交換してランチする仲になること。他にもありますが、人間関係はほぼ叶いましたよ。まだ叶ってないものもあるけど、消さずに残してます。また新たにメモに理想を書いて保存したから、1年後叶っているか確認する予定。楽しみ。自分の周りで幸せそうな老後を送っている人は、やっぱ大概明るくて、マイナスな出来事もプラスに転じちゃう人。意識せずとも引き寄せできてるんだろうなって思う。見習いたいな。すごく気に入った賃貸マンションに出会い、思い切って住んでみました。当時月収18万で家賃8万。生活きつすぎたけど、いつもこの部屋に追いつくって言い聞かせて、あれから4年で今の月収44万。あんなに苦しかった家賃をすんなり払えるようになりました。生活はきつかったけど、大好きで最高に居心地のいい部屋はいつも私をいい気分にさせてくれました。勇気いるけど、先に欲しい月収に見合った家に住んじゃうという引き寄せです。密かに自分の家を出世部屋と呼んでます。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。